前回は大阪冬の陣の手前までやりましたので、今回はその続きになります。もうすでに攻撃を開始しようというところまで進んでいます。でデッキは真田丸という出城を構えて待機している、そこに攻め込むというのが今回の戦いになります。豊臣方にいた場合は守る側でプレイしましたが、今回は攻める側、どのようになるのか。ここは井伊家、まあ、彦根なんですね、この左側と雪村が、まあ、対決するという流れになってます。というわけで真田丸の戦いスタートです。徳川の拠点に真田丸に入るか、まあ、大阪城内に入るか。失敗条件は合戦を中断する、大阪城に入るにはここのルートを通るしかないんですね。で真田丸はここのことですので、この中央の半円形のところですので、まあ、ここの両脇から入る、このまっすぐは通れませんので両脇の部分から入る。で今は味方部隊を操作できませんので、いい直隆だけ動かします。これで決める。マイル、イベントムービーはカットして、まあ、ここで真田の策にはまり兵力がごっそり減ると。しかも敵の能力が上がります。この士気が上がるというのは敵の能力が大幅に上がると思っていただけたらと思います。これが我が魂、我が覚悟。さてで兵数がごっそりと減ってるんですね。でこれをどうするかという話になります。まずは一旦一箇所に集めます。でこの敵の味方なんですが、これ矢倉にカーソルを合わせると、その周囲に灰色で円形が刻まれるかと思います。これが射程範囲なので、この中に入らないように移動すると良いということです。で一方この半円形の方、ここは、まあ、矢倉があるのは、まあ、良いとして、もう一つこの塀ですね、ここの塀からも攻撃がされる、鉄砲が撃たれる。でそれがこの直線上に、灰色の線で直線上に描かれているこのライン、これが射程になります。結構長くまで届くので、ここにも入らないようにするということを考えると、まあここの今一番端なんですが、ここを当たらないとなると、こういうルートですよね。この、城壁の近くまで行って、まあ、堀の近くまで行ってそこを沿っていく、するとここの櫓にも当たらない、ここの櫓は攻撃が当たるので、まあ、この櫓を倒してそのままここからこのルートから真田丸に入るということを狙っていこうかなと。こちら側の大阪城に入るというのも考えたんですが、敵が増援が来たらここに殺到しますので、多分通れないかなということで進めていきます。天下人たてわしを止めることはできぬ。さてこうやって待機している間にも先方ゲージがたまりますので、これがまた有利に運びます。承知いたしました、承知しました。でまずはこの堀の近くまで移動、で向きを整え終わったら、今度はお任せください。こちらの真田丸の矢倉のところまで移動します。
で、ここに部隊がいますが、これらは動かせないです。この伊達政宗が動けばすぐ終わるんですけど、あとあとこちらの部隊が倒されたりすれば、ああした部隊も動かせるようになるんですが、まあ倒されると敵の方も増援が来てしまいますので、それが難しいところ。でこの真田丸の矢倉を攻撃したいのですが、例えば攻撃をしようとしてもターゲットが合わないんですね。なのでいまいちこの辺りがどのように攻撃をすればいいのかが分からなかったりします。ちょっと戦法を使って味方を強化します。この敵の守備を弱体化させるのはなかなか有効ですので、うまく敵に当たるようにして、でここの射線上に入らないようにだけは注意が必要です。承知しました、承知しました。兵数少ない部隊は後ろに下げます。これでようやくこの攻撃が当たったり当たらなかったりするんですよね。ただいまいちこの当たり判定がわからない、これが難しいところというか厄介なところ。なんでしょうかね、こう向きを変えればやってくれるのかどうか。ダメージ与えられないんですよね。いまいちこの仕組みがわからないです。今こそ殲滅の時です。これが戦の作法よ。お任せください。ただ鉄砲と違ってそこまで大ダメージを受けるというわけでもないので、今こちらの方の矢倉の範囲に入ったので少し移動させました。で鉄砲の範囲にも入っているので、もうちょっとこちら側まだ場所詰まっているのでうまく動いてくれるかどうか。この矢倉今また攻撃当たり始めましたね。このような形で少し様子見ましょう。我らの攻めに耐えられるか。でこれはもうこの兵力だけでなんとか突入まで行きたいところです。そうでないと敵の増援が来てどうなるか分からなくなってしまいますので、我が魂、我が覚悟、これで決まりです。この矢倉さえ落とせればなんとかなると思いたいですが、で今この前田部隊が危なくなったので一旦下げて別の部隊を前に送り込みます。砦への攻撃をやめてしまいましたね。お任せください。で砦が倒せたのでもうあとは突撃しましょう。で井伊直孝も下げて、魚出がある部隊を前に送り込む。お任せください。
これで敵の守備力を下げ、あとはもう一気にやっても大丈夫でしょう。さてどうなるか。再び、まあ、敵の声。で先行使えるようになったので、まあ、これで終わるかなと。もう一気に突入。あとこれでどうなるかですよね。突入できるかどうか。これで終わりよ。さてこれで終わるかどうか。どうなるかどうなるか。これで突入ができたことになります。なりますが、なぜかここで撤退という話になってしまい、で実を言うとこれは条件達成しなくても同じような結果になるみたいなんですよね。ここで大きな損害出して交代したになってしまう。で、まあ、城内に入るか真田丸に入るかという戦国伝の条件だったのですが、時間の経過とか、まあ、こちらがもう負けそうになっても戦国伝攻略完了とかなって、まあ、条件達成になってしまうので、いまいち突入する意味がないのかなと。なので実際は適当にプレイしてても良いとは思います。もしかしたら条件達成してクリアしたことによって何か展開が変わるのかもしれませんが、これ徳川でプレイする場合は、徳川の方でプレイする場合は井伊直孝でプレイするのも面白そうですね。本田忠頼、こちらも結構イベントに絡んできますので、この武将でやっぱり、プレイするのもいいのかなと。特に寿命の方はまだまだあるはずなので、全国制覇狙う上ではこうした武将でこのシナリオをプレイするとその先も楽しめる。では少しまた進めましょうか。今は大阪城に対して大砲を放すイベントムービーがあったのですが、まあ、これはその先の展開です。大砲を放っておいて和睦を申し付けると、なかなかの策士ですね。力を見せた上で和睦というのは、そうすることによってより良い条件を引き出すみたいな、そんな展開です。でこの辺りは豊臣の方で見れたイベントでもありますので、豊臣方の方、真田幸村でプレイした時にすでにご覧いただいている動画ですので、まあ、ゆっくり見たい方はそちらの方の動画ご覧ください。といっても斜め読み程度のスピードでやってますんで、まあ
実際に買って自分のスペースで見るというのが一番良いかと思います。で、直前に、は僕のイベントムービーがありましたと。木村重成が徳川家康と対峙するシーンがあり、和睦が結ばれたという現状です。で、大阪城を少しでも防御力を減らすためにいろいろと手を加えていると、そういう流れになってます。まあ、今でしたらね、鉄筋コンクリートですので大砲来ても壊れないんですけど、昔の大阪城だと大砲で壊されたりしますので、まあそれでも周囲の囲いは厳重でしたので、そういったものを取り除いていくというお話でした。で、今度は井伊直孝とのイベント、伏見城で、まあ、会って会話しているという流れでしたね。で、ここで井伊直孝が当主になる。この井伊家は、1代目が井伊ワード忘れしましたが、直政ですね。井伊直政が当主で、2代目が直勝で、井伊直勝が、まあ、病弱であまりこうした戦闘にも出てこないと、ということで、まあ、この3代目井伊直孝が大名になったと、当主になったと、そういう流れです。で、さらにイベントが進み、今度は真田側のイベント、で、これは兄に手紙を送った、今徳川側にいる兄に手紙を送ったと。1615年の4月に再びイベントがありました。で、1615年の5月が大阪夏の陣ですので、もう少しで夏の陣が起こるという話です。では、このあたりで終えて、次回大阪夏の陣絡みの戦闘をやっていきたいと思います。